元 V6 の岡田純一くん大社。どうも皆さん、こんにちは、キューです。はい、今日はですね、元 V6 の岡田純一くんがですね、ジャニーズ事務所の方を退所するっていうのが発表がありまして、正確な日程としては11月30日で退所することが発表されました。10月2日の、ジャニーズの会見の方でですね、いろいろな動きがあったと思うんですけども、ジャニーズ事務所をスマイルアップって名前に変えたりだったりとか、タレントを出してエージェント契約をするだったりとか、そのエージェント会社の名前を公募で皆さんから集めるだったりとか、ジャニーズって名前は完全になくして、関ジャニとかジャニーズジュニア、ジャニーズベストの名前は、変わりますっていうようないろいろ発表が、会見であった中で、会見するちょっと前ぐらいですかね、岡田純一くんが退所するんじゃないかっていうような噂というか、そういうのがネットとかに流れてきたんですけども、会見の方でも女性の記者さんの方が、命に、どうするんですか、退所するんですかって聞いた時に、それは本人から言わせてあげてくださいっていう中で、岡田純一くんがその後ですね、退所するっていうのが発表されたんですけども、今日はですね、その岡田純一くんが、退所する流れというか、退所してしまうことに対しての感想とかっていうのをお話ししていきたいなというふうに思います。で、まずですね、岡田純一くんが、10月2日に、ジャニーズを退所して、11月30日に退所しますっていうような発表があったんですけども、これで8月みっくんで、9月に岸くんで、11月に岡田純一くんといっても、ほんとビッグネームが、どんどん辞めてしまうっていうとこで、僕個人的にはですね、岡田くんが辞める理由としては、そのジャニーズの性加害とかっていうのもあるとは思うんですけども、ひらかたパークとの契約というか、ひらかたパークの方でいろいろずっとお仕事をしていく中で、やっぱりその、ひらかたパークとかで、その家族とか子供とかがいっぱい遊びに来る中で、今岡田くんは園長として起用されてると思うんですけども、ずっと10年くらいですかね、確か2013年に起用されたと思うので、そういった中で出身者の岡田くんが平方パークを盛り上げたいっていうところで仕事してる中で、こういう性加害とかの中で子供さんが遊びに来る場所での、岡田くんを使いづらいっていうのがすごく葛藤があったんじゃないのかなと個人的に思いますね。個人的にはですね、このエージェント契約になって、一時的というか、名前とか形上はジャニーズ事務所じゃなくなるので、お仕事もしていけるんじゃないのかなとは思うんですけども、ただ、きっとそれじゃいけなかったなんか理由とかもあるのかもしれないですよね。ただ、岡田くんに関しては、その俳優業ってとこもそうなんですけど、このアクションとか、そういった武道みたいなところでの、俳優さんとしても、そのジャニーズだけじゃなくて、この日本の40代の俳優としても、こんだけ動ける、こんだけアクションとか、武術ができるっていう俳優さんってあんまいないと思うんですよ。そういった意味でもやっぱりそのキャラというか自分の個性を確立しているので、別にジャニーズの岡田純一くんじゃなくても、問題はないのかなとは個人的に思いますね。ただ、V6 のメンバーの中で、その、トニセンの、命は社長とか副社長をやっていて、で、岡田くんとか、上線ですね、森田くんとか宮崎くんは、全員辞めてしまったっていうような結果になりましたね。なんか僕の勝手なイメージですよ。これ勝手なイメージなんで、多分違う可能性も全然あるんですけど、森田くんがもともとその俳優としての道をもっと極めていきたいってところで、ジャニーズを辞めたっていう流れだと思うんですよ。V6 が解散したのは。で、僕、三宅くんに関しては、おそらくジュリーさんとかとやり方とか合わなかったのかなっていうのと、タッキーが 2B を作るっていうところで、タッキーとも仲良くて行った。で、岡田くんに関しては、V6 解散時とか、三宅くんが辞めたタイミングとかで、辞める気はなかったんじゃないのかと思うんですよ。ジャニーズ自体を。ただ、どちらかというと、この性加害とかの問題が起きて、やっぱり責任感とかがある人だと思うので、そういった中で困るでいいのかなとか、っていうところでの葛藤で、今回この選択をしたのかなっていうふうに思いますね。命も言ってましたけど、別にその、なんでしょう、V6 じゃなくなったからって、そのジャニーズ事務所の人間じゃなくなったからって、この6人の関係性は変わらないよねっていうような、確かにその、いろいろ、スマップとかあったら、もしかしたら、シンゴちゃんとキムタクが仲悪くなったんじゃないかとか、いろんな噂あるじゃないですか。真意は誰にもわからないですよ、真実は。ただ、V6 は、そういった、
った理由もしかしたらあるかもしれないです、仲が悪くてとか。でも一応表向きとしては森田くんが、まあ、俳優業を専念していきたいというところでの、まあ、あのジャニーズ事務所を退所っていうような流れになっていると思うので、まあ命も言ってましたけど6人のこの空気感は変わらないってところで、まあ、辞めてもまあわかんない、どうなんでしょう、たまに集まってお酒でも飲んだりするんじゃないですかね、きっと。でも今回のその性加害の問題って岡田くんもそうですけど、あの本当に知らなかったっていう人もきっと今いると思うんですよ。なんかアンチとかだと知らないわけないじゃないかみたいな人もいると思うんですけども、うん、まあそれも憶測でしかないというか、誰にもわかんないじゃないですか。で加害者はいないですし、このようにきっとタレントの中でもこの今回の性加害のやつがいろいろ問題になってて、そこで初めて知った子とか、あのショックを受けてる子たちっていっぱいいると思うんですよ。別にそれはベテラン勢も含めてですよ、あの超有名人の人たちでも。で岡田くんもやっぱりそのちょっと傷ついていたんじゃないのかなとは、うん、ちょっと個人的に思いますね。なんかあの後世ですよね、確かあのジャニーズのタレントの方々にそのジャニーズ事務所を辞めてくれたら、なんかあの CM というか仕事は継続しますよみたいな、早く辞めるべきだみたいな、ジャニーズ事務所を抜けるべきだみたいなこと言って次戦いだと思うんですけども、まあそういう裏では実はジャニーズだからちょっと代々さん使えないんですよ、でも辞めてくれたらうちらは使いたくてみたいな、そういうのもあんじゃないのかなと思いますよね。岡田くんにもそんな話って、まあ、いっぱいあったんじゃないのかなと思いますね。まあ、僕も仕事してるからちょっとだけ気持ちがわかるんですけど、いや本当誰々さんにはいつもお世話になってて、本当はここでね御社で買っていきたいんですけど上がダメって言うんですよみたいなね、断られると、その関係者とか担当者とは仲良くても会社としてダメって言われちゃったらもう契約できないみたいなのってすごくなんか虚しくなるんですよね。なんか俺らの関係こんなに良くて仲も良くて商品もいいのに、その上の一存だけでダメなのみたいな。もちろん岡田くんの場合はそれに世論とかもっと大きい規模の話だと思うんですけども、ただ岡田くんがこのジャニーズ辞めることによっての、まあ、デメリットっていうのは僕はもう正直あんまないと思うんですよね。まあ、先ほども言いましたけども、俳優としての、まあ、あの地位を確立しているので、今更なんかあがいてなんかやってとかそういうことがなくても、でしかもジャニーズの忖度とか圧力ももうなくなるんで、普通に岡田くんが主演の舞台とか主演の映画とかもバンバン今後やっていくんじゃないのかなと思いますね。それこそ神戦は全員なくなってしまいましたけど、あのジャニーズの圧力もなくなった今、あの今だからこそできる、なんでしょうね、30周年記念復活ライブ複数日限定だけみたいな、男組じゃないですけどそういう感じで30周年で 2B が許せばですけど、三宅くんと森田くんと岡田くんとトニセンの3人で V6 を一夜だけ限りの復活とかも、まあもう全然できますよね。あの普通にジャニーズをこんな忖度とか圧力がないんであれば、メンバーの後意思だけというか、本当男組の本人たち次第というか、まあそれじゃスマップもそうだと思うんですけども、もうジャニーズの圧力じゃないや、圧力がないんだったら、もう本人たちがやるかやらないかだけで決定できるんじゃないのかなとは個人的に思いますね。はい、今日はですね、まあ、岡田くんがジャニーズを退所するっていうような発表があったんですけども、まあ、今年だけでみっくんとか岸くんとか、まあ、ジグヒラもそうですけど、まあ、すっげービッグスターがいっぱい辞めて、ほんと魔の2023年って感じはするんですけども、まあ、でも岡田くんはジャニーズじゃなくてもきっと安定的に仕事はしていくと思いますし、まあ、そういった中でぜひ皆さんの方でもですね、岡田くんが退所する、まあ考え方だったりとか、まあそういう対処することに対しての、まあ、思いとかをコメントで教えていただけたらなというふうに思います。はい、自分はですね、こういったジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなというふうに思います。V6 最高！またね。